ボートレース平和島 G1 東京ベイカップシリーズ2日目の熱戦は第4レース予選競争が始まりました。バックスエッジが作戦待機行動は枠なり、現在は5艇がバック側で1人少し定段を離れて6番の佐藤となっています。対戦メンバーは1号艇森高一馬、2号艇上条信孝、3号艇西山隆弘、4号艇おさらよりむね、5号艇高田光、6号艇佐藤翼、以上6選手の対戦です。インコースは1号艇の森高一馬、今日は10レースとの2走、ここは高枠活かせるでしょうか。2コースは2号艇上条信孝です。昨日の初日はただ1人連勝発進としました。今日はここ1走です。3コースは3号艇西山隆弘、今日は自身の誕生日、9レースとの2走となっています。後方には3艇が船を引いて、4コース角は4号艇地元のおさらよりむね、今日は目下地元勢が3連勝としていまして、その流れに乗ることができますか。5コース5号艇高田光、オーストロックコースは6号艇佐藤翼、スタイル3対3です。第4レース内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。5コースから5号艇高田が好スタートを切りました。1周1マーク、さあここは内を叩いて5番の高田が一気にまくっていきます。5号艇の高田がまくり切りました。内側からは1号艇森高踏ん張って、さらに内から3号艇西山続いていきますが、まくり切った5号艇高田光トップに立ってリードを3停止奪いました。スタートは前提正常、1号艇森高、内側からは3号艇西山、この2人が2番たらすいで1周2マークです。2マーク2番たらすいは3号艇の西山が先取って、1号艇森田が差し返していきますが、両者並んで直線コースです。この間に先頭5号艇高田は抜け出して2周目に入りました。2番手は1号艇森田、インコース、アウトコースは3号艇西山、現在この2艇が並んで迎える2周目1マークです。2周目1マーク2番たらすいはインサイドから1号艇森田が2番手リードを取ってきました。2停止ほど差が開いて3号艇西山3番手、前の体勢は5番1番3番で2周目2マークに移っていきます。2周2マークの旋回、5号艇高田光先頭、1号艇森高一馬2番手、3号艇の西山隆弘3番手、4番手からじわっと接近してくる4号艇のおさら、前との差現在は3、4停止ぐらいで最終周回です。その後ろは定間開きました。後方は5番手2号艇上条、ラストは6号艇の佐藤が追走して前提が最終周回です。さあ前を追っていく4号艇のおさら、コーナー小さく回って3号艇の西山を追い詰めようとしますが、ここは3号艇西山振り切って3番手、前は変わらず5番1番3番でラストコーナーに向かっていきます。先頭5号艇高田光は5コースからのまくりを決めました。ラストコーナー旋回、2番手1号艇森田が追走、3番手迫っていく4号艇おさらですが、3号艇西山かわして3番手513でゴール、先頭5番高田ゴールイン、2着1番森田が、3着は3番西山ゴールイン、4番おさら、2番上条、